オリックス劇場は大阪府大阪市西区にある劇場、コンサートホール。オリックス不動産が所有し大阪ドームの運営管理を行う大阪市ティドームが施設管理を行う。本校では全身施設である大阪厚生年金会館についても記す。オリックス不動産が取得した大阪厚生年金会館大ホールのリノベーション物件であり、 2012年4月8日に再オープンした。リノベーションにあたって、久米設計と長田音響設計が設計を担当し、志向は竹中工務店が手掛けている。従前の客席数2400席を維持しながら、音響や照明などを最新鋭の設備に更新し、クラシックからポップス、演劇まで幅広いジャンルの公演に対応できる設備とした。座席はシートの色が、 旧来の赤から黒基調に一新されたほか、客席のうち57席にプレミアム席が設けられるなど、VIPA の対応も新たに追加された。また、エレベーターの新設、女性用トイレの増設、バリアフリーをはじめとする、ユニバーサルデザインの導入、ホワイエ内装の全面更新を実施している。また、外観は、以前の備前焼きのタイルをそのまま使って、イメージを保ちつつ、 建物の耐震補強を行うとともに、屋上に太陽光パネルを設置し環境面にも配慮した。コケラ落としイベントは、グランドオープニング記念公演と銘打った自主公演事業として、式に宮川明、下野達也を招いての新日本フィルハーモニー公共楽団の特別演奏会が行われ、大阪で生まれた女、悲しい色やね大阪ベイブルースなど大阪に、 ゆかりのある楽曲やベートーベン作曲公共曲第7番委員長をオパス92が演奏された。毎年4月には情報漫才大賞の会場となっている。旧施設である大阪厚生年金会館は1968年4月14日に完成した厚生年金保険加入者の福祉増進を目的として社会保険庁が設置した厚生年金福祉施設。 全国に所在する厚生年金会館の一つであり、通称はウェルシティ大阪であった。社会保健庁に関連する財団法人厚生年金事業振興団が運営していた。大ホールは2400席収容で大阪不災大級のコンサートホールとして親しまれた。また芸術ホールとして1100席収容の中規模ホールが併設され、 ミュージカル、演芸などが行われていた。また、宿泊施設を併設していたほか、レストラン、パピエ、フィネス、カルチャースクールもあった。2005年に施設保有権が社会保険庁から独立行政法人年金、健康保険福祉施設整理機構に移管され、他の厚生年金会館と同様に施設の民間売却の対象となった。しかし、 ほぼ同規模のコンサートホールであるフェスティバルホールが2008年末で建て替えのため一時閉鎖するとされておりほぼ同時期に大規模コンサートホールが一度になくなることに地元の懸念が強く大阪市でも14万人もの署名を集めて存続運動が行われたが法からの指示により施設売却準備のため2008年9月末をもって営業を停止する予定となっていたが 入札広告が延期されており、2008年10月以降も運営は継続されていた。結果的に入札は2009年10月15日に行われ、オリックス不動産が落札。オリックス不動産は2010年8月31日に、法から施設の引き渡しを受けた後、大ホールについては耐震補強や空調の新設などを行って2011年秋の 再オープンを目指すとし、残りの施設については、既存建物を撤去して跡地に分譲マンションを新築する旨の表明をした。これに伴い、2010年3月31日をもって、厚生年金事業振興団による運営を終了した。2010年3月27日と28日には、大ホールの最終公演として、このステージで最多公演を記録したバンド、 ソフィアがライブを開催。フィナーレでは、ステージバックの薄いスクリーンに、大阪厚生年金会館たくさんの夢ありがとうと書かれたスライドが映し出され、厚生年金会館42年の歴史にピリオドを打った。なお、オリックス劇場となった大ホール以外の施設は取り壊されている。ありがとうございます。